グループリーグ方式で行われた大会の例。グループリーグとは大会形式のうちの一つ。全チームを数組に分け各組でリーグ戦を行う。グループリーグは和製英語であり、英語圏では一般的にグループステージないし、プールという。FIFA ワールドカップやオリンピックなどの国際大会で行われる。国内カップ戦でも試合数を多くしたい場合に行われる。 また、北米のプロスポーツリーグや日本プロ野球、プロバスケットボールなどカンファレンス制を敷いている場合、各カンファレンスをグループリーグとして捉えることもできる。基本的に出場チームを各グループ同数になるように複数グループに分けて総当たり戦を実施する。ただし、稀に一部グループでチーム数が異なる場合や総当たり戦以外の方式を採用する場合もある。 グループリーグの組み合わせは抽選によって決まる場合が多いが、この場合特定のグループに競合チームや同一地区のチームが集中しないように全参加チームをポットに分けて行われることが多い。グループ上位に入ったチームは決勝トーナメントに進出して優勝を争う。グループリーグ通過順位によって決勝トーナメントの組み合わせに影響する場合が、 ほとんどであるが、大会によっては、グループリーグを2度行う場合、回トーナメントを行う場合、グループリーグを特定の順位で終えたチームの中から、成績上位の数チームをグループリーグ通過とする場合が多いグループでは、回のチームとの対戦成績を除くなどして、試合数の違いによるばらつきをなくした状態で、比較される。またこの場合、成績回の数チーム間で、 次ラウンド進出決定戦を行うケースもあるなど様々である。ありがとうございます。